松平康氏親。松平康親は、戦国時代から安土桃山時代にかけての武将。はじめ松井忠次と称す。通称は、金志郎、左近正元、左近城、左近、後に、松平巣を森康親と解称したとされるが、異説もある。松井忠直の子。松井松平家、三河松井氏の奏。大英元年、1521年。 松井忠直を子として、三河国発軍キラ賞相場小山田村、現在の愛知県発軍キラ町小山田にて生まれる。この地を本願地とする三河松井氏の総領。関西重修所下布の松井松平氏の記述では、父、忠直、金四郎は松平宗家の松平清康、広忠に歴史して松平氏の家臣とされるが、新井白石は著書。 半官府の松井氏の校で、東条の家人であるという見解を示しており、松井忠次、荒野の出身地の小山田村が、東条吉良氏領であったことからも、忠次の実家が、初期には、東条吉良氏の俗心、家臣ではないであったと推定される。また、関西重修所家府の案文の内容から、三河松井氏は、二股上主で、今川氏重臣であった、東藤美松井氏と、 系譜的に共通しており、駿河今川氏の影響力により、三河吉良氏領移住と吉良氏への付属がなされたと解釈される。当初は今川氏の家臣として資料上に現れる天文20年、1551年12月11日付、松平忠重宛、今川義元判物。この文書で中時は、松井佐根城と記され、今川義元より、 山内助左衛門城と共に、松平神太に付属すべき内容が示される。この時より、忠治は、いわゆる東条松平家に、宿り危機として付属したと考えられている。これは、神太郎の兄で、尾張国のお出しについた、神次郎、忠義を吉本が排斥指示後処理として行われたと推測される。忠治は、主君、松平忠重に妹を嫁がせて、外斥となる。 ところが、工事年間、今川氏から離反した東三河の奥平氏、菅沼氏の鎮圧のため、工事2年、1556年2月、市君、忠重は、松井修羅を率いて、三河日近所の奥平さだなを、肘替九米城を攻める者の戦士、東条松平勢は、撤退を余儀なくされた、日金合戦。この時、忠治が事態を収集し登場勢の伝軍を務め、 老上軍、非金税は、追撃を試みた者の,の戦果を挙げるには至らなかった。この合戦後に、今川義元は、忠重の着難、亀千代、一歳の医療相続、同年2月27日及び、忠治が亀千代の名代となること、同年9月2日をそれぞれ文書で指示した。これは先に追放された、松平慎次郎が、忠重の死を知って丘料に復帰する動きを見せたことに、 対応する措置だったと考察されている。以後、忠寺は、亀千代の名城として、今川方の軍事行動に参陣した。A63 年、1560年、桶狭間の戦いで、今川義元が戦死し、A64 年、1561年に、今川氏より自立した、徳川家康に、仕君、亀千代と共に帰属した。同年4月、 東上城,城の吉良義明を攻め、6月より、津の平、現在の愛知県西尾市吉良町津平に砦を構えて、大陣、9月に至り藤並のあての戦いに破って、降伏させた。A66 年、1563年、義シが、三河一向一期に首相として担がれ、東上城,城に登場すると、中寺は再度これを攻めて、翌年春に降伏させた。 義明は追放され、代わって亀千代が登場上,上主になる、東条松平家の事実上の成立。また、中寺も500巻分家族で3500貫分を治療し、松平十吉の娘をめとって、松平姓を許されたとされる、松井松平の成立。ただし、松井松平家の家臣である、岡田渋衛門の書き付けには、松平姓を与えられたのは、 遠州牧屋城に入った時、後日と記されている。主君、亀千代は、松平仁太郎家忠だと改め、西三河国衆として、徳川軍の主要構成部隊の一つになり姉川の戦いや大見平定戦に参加。徳川氏は、旧今川氏領をめぐり武田氏と対立、元気三年、1572年には、三方ヶ原の戦いで、武田信玄に大敗し、 松井忠治一族も、家康を守って、多数戦死した。信玄病死後、その子、勝頼とも、東場の兵を率いて、戦いを継続した。天正三年、1575年5月の飛び出城、攻略、同年8月の遠州諏訪の春城、牧野城守備での功績により、家康より変期と、巣を守るの称号を許されて、以後は、松平巣を森る親とを称す。 ただし、芝広之は、従来、堺忠次が発給したと考えられてきた、天正十年、1582年と確定できる、馬年の年次と、忠次の署名が入った、国印上に押された国印が、松井松平家の家印であることから、古発給者は、松井松平忠次であると述べて、天正十年の段階で、松平忠次は、荒野を名乗ってはおらず、 その翌年に没していることから、公家への解明は事実ではなく、時代の工事が家康の変旗を与えられた事実が、誤認された伝承である、可能性を指摘している。天正九年、1581年、四君、家忠が病死すると、家康はその光景に、自分の四男、福松、後の松平忠義を入れ登場松平家を、存続させる一方で、 高屋に引き続き名い、貢献をさせた。翌天正十年、1582年に、武田氏が滅亡すると、樹州沼津の三枚橋城に在庁して、駿河国富士軍、寸東軍の軍隊を任されて後、北条氏と退陣する。以後高屋、安重二代にわたり、約八年間、ここを拠点に、北条氏と戦う。松井忠治、松平安親は、三河東条城,城。 東東海牧野城と徳川市両国の東側境界の要所を任されてきたこと、駿河の東部二軍は、戦国時代において、北条、今川、武田の三氏の間で、独自の地位を保ってきた桂山市の支配地域であった、ことから、軍隊としての権限が与えられたと見られている。天正十一年、1583年6月、大陣中の三枚橋城にて死去。 去年六十三、法名は、空間院伝、現誉れ豊か月草輝き大古寺。三州発群藩場、愛知県発群キラ町マダラメの法王寺に葬る。正室は、江原丹波守正秀の女。形室は、松平治郎衛門の女。二男一女あり。他に五人の幼女あり。いずれも、石川馬之丞交渉の女。かの藩主、亀井正則は女性。 弟に、松井二郎次郎兵衛蜜字がある。密次は三男、金七郎が、上州王御藩牧野氏に付属、後に家臣のため王母に赴き、当地にて死去。密次の子孫は、尾張国吉藩、名古屋藩、越後長岡藩家臣となった。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。